一人麻雀をやってます。ちょっとこの対局者プレイヤー側の目線でその角度で撮ってます。まあ私は麻雀好き、 YouTube も楽しいと、こうそれが被ってるから、まあ、続くと、こんな麻雀動画をちょっと自分でも異常な本数とちょっと言われてもおかしくないペースなんですが、まあちょっと趣味ですね、ハマってる趣味と、ハマってる趣味、まあローピンという名目で動画を撮って、そのこの麻雀スタジオで上げると、まあ見てもらうっていう目的でですけどね。ただ上げるだけだったら自分で上げればいいだけなんで、ちょっと見てもらいたい、または人によってはちょっと私の動画いつも見てるけどこんな手さばきじゃなくて俺の手さばきの方が全然うまいから見ろと、そういう目的でもいいと思います。ドラローピンなんでチーピン切らないです。でスマートフォン1台あれば、またはカメラ、ウェブカメラ1つあれば動画は撮れるんで、言いそぎりが悔やまれる。これ数万取らないんだよな私。ちょっと難しいな。ちょっとドラ引いてチーピンにくっつくかウーワンにくっつくか。まあカメラ一つあればリーチ。はい、バリバリの間4件ですけど。まあいいでしょう。リーチピンフ、リーピン、ドライチ3900。カメラ1台あればこう撮れると。で何かデカめ、ちょっとここのカメラを全国の人が例えば何か動画撮りました、じゃあ載せたいですって言われた時に、じゃあこうしてくださいと言える仕組みがまだできてなくて、一応今言われたらデカメールっていうサービスがあって、まあ動画って容量が大きいんですが、容量が大きいものも無料で受け渡しができると、メールアドレスだけで、そういうサービスがあるんで、まあ、それを使ってくださいと。あとこちらでアップ、動画アップの手間はやりますと。ということでこの参加型シリーズにいろんな人の手さばき、いろんな人の例えば一人麻雀をあげるんであれば手作り、いろんな人の、はい、私の動画だと毎回緑なんで、あの一人麻雀、例えばいろんな人が一人麻雀の動画あげてくれあげてくれとこう来たら、いろんな人の手さばき、いろんな人のはいの色、いろんな人のマットの色とか、こうできれば見た目が、それができれば見た目がこう華やかでいいなと、まあそんな気持ちもあって、まあうまくいくかいかないか、まあそれはいいとして、常にそういう場所を作っておく、設けておくのシリーズで、まあ、そのやりたいです、どうしたらいいですかって言われた時にこうこうこうですと、それがまだできてないんですよね。まあ、言われたら一応こうやってくださいっていうものはありますけど、やってればできません
なんでか分かりませんけどできませんみたいな絶対出てくると思うんで、これはウーピン引いてローピン引いて4、5、6くらいになればリーチかけてもいいかな。トンが一応ジャン島なんでピンフつかないっていう前提で、ああまあここ入ったらまあ即リーでリーチ、まあナンバとかでトンがピンフになるんであれば、トンがバカゼでないんであれば闇で、構えても足ゴロなってましたね。ちょっとバッテリー不足ですと今表示されたんで、ちょっと10分までいかないかも。自分でいろいろ過去に作った再生リストとかシリーズをこう見て、まあ反省だったり新しいアイデア、そんなものを考えるんですが、 YouTube を見ながら、まあ見るだけで基本十分なんですが、アップロードする面白さとか YouTube の楽しさとか見てもらう楽しさとか、そういうのも用意できてたらなと。やるやらないじゃなくて、やろうと思えばできると、そういうものを作れればなと。まあ捨て牌でピンズの本一あたり匂わせて、ちょっと場を皆さんの捨て牌を狂わせるくらい、まあ本一なんで、まあ、9割方脳天の空振りホームランで、まあこういう場合は別に泣かないですね。無理に絶対に上がりに行きたい局面でもない限り、こういうのはチュンとかポンしないで2枚目も吹かすぐらいの勢いで、どうせ最初からもうこの辺からこの手は脳天だなと、8割9割方、ただまあ育ったら面白いなくらいの感覚なんで、そういう手はまあこのくらいになれば、まあ2泣きまだ白昼残ってんであれば泣いてもいいですね。すごいな、育ってきたな。空振りホームランの理論がたまにホームランになると嬉しいですからね。あ、まあこの手どうせ数ピンいらないんで、数ピン先切りの方が良かったかな。すげえ、何これ、チュンチャンタ本一闇で跳ねまん、吐くつもで倍まん、ほい、来た。もうおぱいした時に何がぬるっときた。つも3000、6000、ちょっとバッテリーが足りないのでこの辺で終わりとします。何が役牌であれば倍満、つもちゅん本一ちゃんた、どうもありがとうございました。